いっちゃうよ。はい、皆さんこんにちは、セナです。はい、今回ですけども、今回はアーキキャドとツインモーションを使ってですね、畳の作り方を解説していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、ということで、まずはね、アーキキャドで何かしら、畳っぽいものを作らないとダメなので、そちらの方を先に作っていきたいと思います。はい、910-1820の中強までやっていきます。はい、これでまずはね、このビルディングマテリアルとか使って、この畳1畳とかいうのをやったらですね、はい、これで今ちゃんと畳になってますよね。これの状態でツインモーションに行ってみたらですね、はい、これ今たまたま行けたできたんですけども、これね、持って行った時に畳の表示がされない方がいらっしゃると思うんですよね。あと、この向き自体も適用するのが難しいと。今はこれ1回でもこれが出たら、あとはもう簡単なんですけど、こうやってちょっと調整するだけで、ちゃんとした大きさでね、これ 1.0 だ、これぐらいですね、でやったら綺麗に、これも全くいい感じのね、畳のマテリアルになってるんですが、これね、畳にならない場合があるんですよね。なんでやろう、改善されたんかな。じゃあこの動画意味ないな。この間のライブでね、これを聞かれて、これ真っ白になる場合があるんですよね。その場合の改善方法みたいなのを教えたんで、じゃあそちらの方もやっていきます。はい、今これありますよね。これをパクってきて、こんな状態にして、もしだからならなかった場合ね、真っ白になる方がいるんですよ。で、僕もずっと真っ白にしかならなかったんですよね。で、調整方法とかは、もう先ほど今やってた調整方法なんですけども、例えばこんな感じで真っ白になっちゃうと、アーキキャド内では真っ白にならないんですよ。だから、ツインモーション持っていった時に、こんな状態になるんですよ、僕いつも。ここでこれを触ったらちゃんと畳っていう風になってる、この床材畳位置ってなってるみたいな、そういう状況になるんですよね。そういう方もいらっしゃると思うので、そういう方向けにやっていきます。はい、まずそういう風になりましたら、だいたいね、多分畳ビリの方が20ミリぐらいやな、20ミリぐらいなんで、こいつをまずコピーします。コピーして、このクローンところから、ストレッチ、じゃあオフセットして、ここを20オフセットします。はい、でこいつを持っていって、合わせて、要するに畳べりのところを作るだけなんですけど、20やって、下に20いくと、はい、綺麗にオフセットでこうなってるんで、でこいつだけちょっとマテリアルを変えます。例えばピーチとかにしておきますね。で、今の状態やとこんな感じでかぶっちゃってるんで、ソリッド編集ですね、シフト C でこれターゲットにした状態で、はい、ここでオペレーターにしまして実行します。するとこんな感じになります。あとはマテリアルを張り替えれば畳になりますよね。ミスった。で、畳は、この上部分ね、いつもオフセットしちゃうからミスんねんけど、はい、ここなので、はいはい、こんな感じになりますね。はい、これであとはマテリアルさえ変えれば OK なので、ツインモーションいきましょう。はい、こんな感じになりました。今この状況なんですが、ここからどうするねと言いましたら、はい、マテリアルピッカーで取りまして、ここを変えてあげます。ここをオープンしまして、これね、ネットから無料で手に入れることができるんですけども、調べていただいて、僕はこうやって適当にね、こうやってテクスチャーって言って、全然まとまってないんですけど、こんな感じでありますんで、そこから取りますね。基本的にはこういう風に取る。汚ね、これペントピーチやから汚ねって言ったらこれ、はい、白255にして、で大きさがちょっと多分これでかいから1にしてあげたら小さすぎ、でもこんなもんか。はい、
こんなもんにしておいて、次畳ベリーの方ですね。ベリーの方は、はい、これで全部マテリアル取ってますんで、はい、これもまた1にして、あ、どうですかね、これは合ってんの、いや、ゼロで合ってるっぽいかな。こんなんかな、こんな感じで多分合ってると思います。ちょっとでも色合いがやっぱ違うから、あの濃いめの方に変えますね。これまあちょっと色合いこそまあちょっと濃ける濃いんですけども、これはまあ持ってきたマテリアルによって違うんで、これを使えばね、まあこういうまあちょっと質素な感じの畳も作ることができれば、マテリアルさえネットで拾ってこれば、まあこういったねちょっとまた違うバリエーションのまあ畳も作ることができると。でね、まあこれはまあアーキキャドの元々のマテリアルですが、まあできない方もいると思うんでね、まあこういうパターンのまあ畳を作るもよしですし、他のパターンのやつをねまあ無料でお配りしますみたいな、そういうサイトがいっぱいありますんで、それはもうご自身でまあ調べていただいて、まあそちらからマテリアルを画像を保存して、でその保存したやつをこのカラーのところからね、モアを押してテクスチャーのここからまあオープンですね、オープンで自分が保存したやつを開くと、まあそういった感じでやっていただければいいのかなと思います。はい、ということで今回の動画は以上になります。はい、よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ということで今回の動画は以上になります。ありがとうございます。